神甲子園球場です。阪神タイガースまた1回の表、先頭バッター山田第9投げた2球目ストレートカウント、タイミングを見せる。第2球投げた、危ない球、タイガースここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。空振り、追い込んでから投げた、空振り三振、先頭バッター三振に倒れました。左バッターのストレートは梶谷第9ヒッティング、ショート左の打球アウト、これで2アウト、ランナーありません。2番の打者、3番坂本、初球が出てた、打球はセンターへ、センター交代、ヒットになります。ボールはセカンドへ、坂本ツーベースヒットを放ちました。オールセットランで先制のチャンスを迎えます。2番の打者、4番新井、大きな声援、初球から打ってた、セカンドこれは守備範囲内。
に助けられました。2回の裏が終わりまして0対0オールセントラルピンチをしのぎました。3回の表これからオールセントラルの攻撃に入ります。トップバッター小林打ちました。初球打ちフラフラッと上がった、掴みました。これでワンアウトランナーありません。バッターはピッチャーいや初球空振り第2球打ちました。これは内野フライ、ファーストキャンパスの横取りました。これで次アウトランナーありません。初球打ちました。打球はセカンドの右に抜けた。山田ナイスバッティングです。さあ次アウトから先制のランナーが出ました。第9球初球を打ったピッチャー返し抜けた。ボールは中継へ。勝ち谷いいバッティングを見せました。オールセントラルに先制のチャンスを迎えます。投げた初球はチェンジアップ空振り。第2球投げました。このボールも空振り。バッター追い込まれました。追い込んで投げました。打ちました。上野バックしていったヒット。バックホーム秋山さん豪華サードタイムリー。今日これで2打席のゲット。バッターは4番最初のバッターボックスはダイヤモンドに倒れています。初球から打ってきた。さあこれは守備範囲内アウトです。1塁はアウト。スリーアウトチェンジ。3回の表が終わって1対0オールセントラルまずは先制しています。この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはこちらです。いや、まだ投げるそぶりを見せません。3イニング目になります。マウンド上は右のホーバーさん。いや、まだ投げません。3イニング目になります。
Yeah.